こんにちは、 EV スマートのテスカスです。私は今辰巳パーキングエリアにおります。で、後ろに見えるのがアリアと、こちらモデル3ですね。今から何をやるかというと、これからこのアリアとモデル3を、首都高を走らせて運転支援の、能力の確認をしようと思います。はい、このようにね、アリアとモデル3ですね。でアリアはプロパイロット 2.0 が使えますので、そちらも試しつつで、奥のモデル3は、完全自動運転オプションが入っているので、車線変更なんかは一応自動で行えるようになっているという感じですね。で、一応必要な場合はオートパイロットとか運転支援はオフにするので、そういうのはカウントせずに、カーブとかね、その辺で機能の限界を迎えた回数っていうのを見ていこうと思います。それじゃあ行ってみましょう。1周23キロの周回ルートで検証します。このルートはトラパパさんによる運転支援の検証動画を参考にさせていただきました。直線やきつめのカーブ、車線が広くなっているところなどがバランスよく混ざっているので、運転支援のテストをするには適したルートかと思います。まずは画面内の説明をしておきます。左下の赤枠内が日産アリアの運転席モニターを拡大したものとなります。ステアリングマークが緑色の時はプロパイロットがオンの状態で、ステアリング、アクセル、ブレーキは車側が制御しています。ステアリングマークが青色の時はプロパイロット 2.0 がオンの状態で、ステアリング、アクセル、ブレーキは車側が制御しており、ドライバーはステアリングから手を離すこともできます。ステアリングマークが表示されておらず、走行している道が黒く記されている時はプロパイロットがオフになっている状態。今回の動画ではこの状態は運転支援オフとカウントします。続いて上の赤枠はテスラモデル3のメインディスプレイです。走行している道の両サイドが青くなっている状態がオートパイロットオン、ステアリング、アクセル、ブレーキは車側が制御しています。白っぽくなっている時はオートパイロットオフ、この状態は運転支援がオフになっているとみなします。今2になりました。あ、すごい、こういう風に工事コーンを見つけると2から1に切り替わるみたいですね。プロパイロット 1.0 で今走行中ですが、なんかかなりインに入って警告されました。いや、これカーブ結構インに入るな。はい、プロパイロット 2.0。 プロパイロット 2.0 で走行中ですが、この先右に大きく曲がる箇所があります。で、それを迎える前に緑色のハンドルマークになり、プロパイロット 2.0 は解除されました。おお、すごい減速する。はい、今渋滞にはまってますが、この状態でプロパイロットを入れようとしてもなかなかオンになってくれませんね。ここのライトバーがずっと白い状態でプロパイロットはオンになりません。こういうところの使い勝手はちょっといまいちかもしれないですね。こういう渋滞の時こそ運転支援を使いたいんですけどね。なんでだろう。一回オフにしてもう一回入れてみます。今運転支援を切りました。で、またオン。入んないですね。
は辛いんじゃないか。一応前後のアダプティブは効いてますが、ハンドルの支援は入ってくれませんね、これは。お、ここでプロパイロット 1.0 が入りました。今前からプリウスが割り込んできましたが、警告はされましたが特に切れるということはなかったですね。お、今は渋滞、さっきと同じように渋滞中ですが、プロパイロット 1.0 が入りましたね。さっきは道幅が結構広かったので、もしかしたらそれが原因かもしれないですね。今は白線が割とちゃんと見えてるのでスッと入りました。でプロパイロット今 2.0 です。ちょっと右に寄りすぎな気がするけど大丈夫か。すごい右に寄ってるけど。おお。はい、警告。今プロパイロット 2.0 でしたが、すごい右に寄っていって、いきなり運転支援は解除されました。今プロパイロットはスタンバイの状態ですが、まだプロパイロット 1.0 にはならないですね。はい、今 1.0 が入りました。やっぱりステアリングを持てっていう警告が入った時、こうやって下を持って揺らすんじゃなくて、この上を持つと一発で消えますね。なんかこの辺に静電式のセンサーが入ってるのかもしれません。あ、今タクシーが割り込んできてちょっと危ないので自分でブレーキを踏みます。はい、またプロパイロットはスタンバイモードです。まあ、今はまだね、ああいう割り込みには対応してないみたいですね。減速は自分でする必要があります。なんかさっきからこれ右行こうとするんだよな。今プロパイロット 1.0 でだいぶ右に寄ってますね。これ結構きつめのカーブですが、プロパイロット 1.0 でこれは曲がれ、あ、でもちょっと警告来たな。警告来たけど解除されずに一応曲がりました。ここはダメだな。前が出口になってるような車線だと一瞬外れてダメになりますね。ここは大きく右にカーブする場面ですが、地図の情報をもとに事前にハンドルを操作してくださいという警告が出て、プロパイロットは切れました。その後カーブを曲がり終えると自動的に復帰します。レインボーブリッジに差し掛かりますが、モデル3の運転手が間違えてテスラのレインボーロードっていう隠し機能を発動させちゃいました。一方アリアの方はしばらく見通しのいい直線なので、プロパイロット 2.0 が入っています。やっぱりこうして手放し運転ができるのはめちゃくちゃ快適です。レインボーブリッジを渡る直前のカーブで一旦プロパイロット 2.0 は切れました。ここまでの検証では車速さえゆっくりであればカーブでもプロパイロット 2.0 は使えてたので、ここではたまたま切れましたが、渋滞してれば手放しができたかもしれません。レインボーブリッジを手放しで渡り終えた後、この先左に大きくカーブするところがあるんですが、その前に一旦プロパイロット 2.0 から通常のプロパイロットに切り替わりました。
離れますね。いけるか。あ、これは切れました。プロパイロット 1.0 はこのカーブはちょっと対応できてないですね。はい、ということでぐるっと1周23キロ走行してきたわけですが、ここでデータをまとめておきます。両者ともかなりの区間で運転支援が使えてたので、ここでは運転支援を使用することができなかった時間をお伝えします。まず日産アリアですが、プロパイロットを極力使用するように走行した場合、40分間運転している間の約6分間はプロパイロットをオンにすることができませんでした。走行中は常にプロパイロットをセットした状態で走っていて、車両の準備が整えばその都度オンオフが自動的に切り替わるという仕組みになっています。ちなみにこの6分間という時間の中に車線変更や割り込みなどで解除した時間は含まれていません。対してテスラモデル3がオートパイロットを起動できなかった時間は11秒間でした。モデル3の場合はディスプレイ内にステアリングのマークが灰色で表示されていればオートパイロットを起動できるサインとなっていて、この11秒というのはその時間を積算したものになります。アリアと同様に車線変更や割り込みで解除した時間は含んでいません。次に運転支援が強制的に解除された回数なんですが、アリアが5回、モデル3は2回でした。ちなみにプロパイロットの割合なんですが、プロパイロット 2.0 が 20% ぐらいで、残りの 80% は通常のプロパイロットでした。はい、という感じでね、この日産アリアとテスラモデル3の運転支援機能をちょっと比べてきました。まあ、アリアはプロパイロット 2.0 が聞くエリアっていうのは結構すごい楽なんですけど、首都高みたいにやっぱりカーブが多かったりとか、まあ、トンネルがあったり、まあ、上に障害物がある場合はプロパイロット 2.0 は基本的には使えないので、トータルの使いやすさ、使い勝手の良さっていうのはおそらくテスラモデル3、まあ、あるいはテスラのオートパイロットの方が、まあ、レベルは上だというふうに感じました。で、これがおそらく東名とかね、新東名とか割と直線が多いところは、まあ、このプロパイロット 2.0 が長い期間使えると思うので、まあ、そうなってくると手放しの時間が長くなって、まあ、運転のストレスっていう意味ではアリアの方が楽で、あとこのアリアのプロパイロット1なんですけれども、結構放っておくとカーブの、まあ、アウト側に行ったりだとか逆にインに寄りすぎちゃって警告が出て、運転支援が切れるっていう状況が割と頻繁にあったので、まあ、そのあたりはね、これからアリアに乗る人はかなり注意して運転した方がいいと思います。やっぱり運転支援なのでそんなに万能ではないですね、うん、まあでもね、このアリアそのものはかなり静かですし、低速域ではまあ乗り心地もいいので、まあ、レベルの高い車ですよね。ただこれが80キロとか100キロとかで高速の継ぎ目なんかを通り越した時は結構ね、こういう風に頭が揺れたりだとか、まあ、あとは市街地でストップアンドゴーが多いとき、完全停止した後にちょっとだけこう揺れ返しっていうのがあるんですね。車体のちょっと上の部分がまあこう揺れるような感じ、まあ、その辺はね、今後のリミテッドじゃないモデルでどの程度改善されてくるかっていうところと、まあ、あとはそうですね、 e フォースでまあその辺の制御がどう変わってるかっていうところを注目していきたいですね。はい、という感じでね、今回は、まあ、アリアとモデル3の運転支援機能をちょっと比べてみました。この動画が役に立ったという方はぜひ高評価とチャンネル登録で、隣のベルマークもぜひポチッと押してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。